ライリーさん。ん？質問が。D の意志って、一体何？空島で見たポーネグリフに、古代文字を使って、ロジャーの名が刻まれていた。彼は、なぜあの文字を操れたの？我、ここに至り、この文を最果てへと導く。海賊、ゴールディ・ロジャー。あなたたちは、900年前に始まる空白の100年に、世界に何が起きたのかを知ってるの？ああ、知っている。我々は歴史のすべてを知った。だがお嬢さん、慌ててはいけない。君たちの船で一歩ずつ進みなさい。我々もまた、大原もまた、少々急ぎすぎたのかもしれん。君たちに今ここで歴史のすべてを私が話しても、今の君らには何もできやしない。ゆっくりと世界を見渡したその後に導き出す答えが我々と同じとも限らない。それでも聞きたいというならば、この世界のすべてを今話そう。いいえ、やめておくわ。旅を続ける。いずれ全てが見えてくる。君の故郷小原のことは気の毒だったな。だがロジャーはあの文字を解読できたわけじゃない。我々は海賊、天才クローバーや小原の学者の頭脳にかなうはずがない。あいつはな、万物の声を聞けた。それだけのこと。